白金ダラは、タラモクに属する魚類、メルルーサの一種である。太平洋北東のバンクーバー島からカリフォルニア湾北部まで分布する。英名は、ノースパシフィックヘイク、パシフィックヘイク、パシフィックホワイティングなど。かつては日本でもパシフィックヘイクと呼ばれていた。2004年5月、蜂の平沖で、メ名ー個体が漁獲され、メルルーサ族の特徴である銀色の体色から、 白金柄という標準和名が与えられた。カリフォルニア、コーデルバンク、ナショナルマリンサンクチュアリの本州全長は90センチメートルに達し、寿命は15年ほど。体は銀色で黒い反転が散らばる。覆面は銀白色。背びれは2基胸びれの先端は尻ひれ基部に達する。尾ひれは挽入する。北、太平洋産の田のメルルーサとは、 尻びれが39から44難情、第1最急のエラ葉数が18から25、腹椎骨数が23から24、脊椎骨数が53から54、肋骨数が3である点で区別できる。表層から深度1000メートルの間で日周延直移動を行い、夜間に表層で小魚、エビプランクトンなどを捕食する。本種は、 アシカイルカツノザメなどの重要な食物となっている。3つの個体群が確認されている。カリフォルニア南部からクイーンシャーロット海峡の間を移動する海遊性個体群。春引く夏には餌を追って北方に移動し、秋に南下して繁殖する。1960から80年代には、1から2月にカリフォルニアにまで南下して繁殖することが確認されていたが、九十年代には、 バンクーバー東沖に泊まって繁殖するようになっている。ピュージェット湾南部に生息する個体群。2から4月にポートスーザンダボブ湾で産卵する。ジョージア海峡に生息する個体群。3から5月に海峡南部の深みで繁殖する。シーズン中に複数回産卵するため、絶対的な繁殖力を測ることは難しい。 メスは3から4歳34から40センチメートル、オスは3歳28センチメートルで生成熟する。かつて沿岸域のメスは37センチメートル、4から5歳で生成熟していた。現在のポートスウーザンでは50%のメスが21.5センチメートルで生成熟するが、1980年代は29.8センチメートルであった。 2010年の漁獲量はおよそ20万トン。米西岸で商業的に最も重要な漁種の一つである。ピュージェットワン、ジョージア海峡の個体群は、州、地域の機関により管理されているが、海遊性個体群は、パシフィックコーストグラウンドフィッシュフィッシャーマネージメント、プランを通して、パシフィックフィッシャーマネージメントカウンシルにより管理、されている。 乱獲が最大の脅威である。アメリカ海洋漁業局は本種を餌に乗せる請願書を受け取っている。これは2000年に拒否されたが懸念と不確実性は残されている。主な管理法は年次割り当てによる漁獲量制限である。沿岸域の個体群はアメリカカナダ両国の科学者の共同チームによって毎年評価される。 2002年には乱獲の危機にあるとされたが2004年には個体群の再生が宣言された2003年米国カナダ間で今後10年間の各国の漁業者への漁獲量割り当てと資源管理プロセスを確立する条約が締結された2007年から本州に関連する活動はこの国際条約の規定に基づいて管理されている2009年 海洋管理協議会は本種の漁業が持続可能であると認定した。ピュージェットワン、ジョージア海峡の個体群はスピーシーズ・オブ・コンサーンとされている。これは餌に乗せるには十分な情報がないが危機に瀕している懸念があると判断された種である。1991年以降、この個体群を対象とした漁業は行われていない。 アメリカを和解化の生息域拡大も懸念すべき点である。このイカはたらを捕食するため、本種の個体数に影響を与える可能性がある。ありがとうございます。